さあ始まりましたカスタンチャンネルです。はい、見えますね。今日はこの NSR エンジンはまあ下ろしているんですけど、このエンジンを下ろした状態の NSR50 からですね、取るものを取ってちょっと進めていきたいと思ってます。さあ準備はできました。まずここちょっと緩めておかないといけないんで、29で緩めます。でまあこの辺ね準備できたんで、サクサクっと外れたらいいなと思っております。よし、まずトップブリッジ上げます。トップブリッジ上げますよ。買った、よし、緩みました。じゃあこっち走っていきます。テコの原理で、よし、さっき緩めましょうか。ラチでラチで取れる。あね、ブレーキのサポートを外す。フロントフォークの摘出頑張りますよ。はい、取りました。これでここはフリーになったんで、ここを抜き去ってで、あと上ですね。はい、見てよ、あそこにこのカラーがあるから気をつけないと。カラーあります。じゃあ、うわ、ここカウル割れてんじゃん。割れてる。ここもほんま取らなあかん。ネジで止まってる。でもカウルが割れてる。もともとタイヤ外します。よいしょ、タイヤ外れた。よいしょ、タイヤ、ここあれですね、先にこのフロントフェンダー外しとかダメやったですね。これね、内側についてるんですよね。だからもともとちょっと割れてたんですけど、さらにちょっと割れちゃいました。でもこれはじゃあもう補修できると思うんで直します。でもね、これめちゃくちゃネジ新しいから、やり替えてますね、これ。ほら、このネジめっちゃ新しいんですよ。多分ね、どっかでやり替えてますね、これ。よし、だいぶ来たぞ。うわ、雲出てきた。怖。これちょっと補修しましょう。うわー、補修できるかな。できるな。軽いな、このフロントフェンダー。頑張ってこれ直します。ホンダで片付ける前に、これがこう向きで、こう向きか、こう向きで入ってました。でこれが、ディスクとこれを止める2本のネジです。で僕から見て左側にカラーが入ってて、多分こっちがメーターギアのとこだと思います。これこっち側ですね。こんな感じでついてました、はい、でこれで、このディスク結構綺麗なんで、変更して使うかもしれないですね。ボルトを緩めるってトップブリッジじゃなくてここのことかな。17でちょっと緩めたいと思います。
最後1個めっちゃ硬いですね。これだけなんとか。よいしょ。よっ。めっちゃ硬かったんですけど、これでなんとかガッと開きました。じゃあ上緩めたんで下抜けると思います。頑張ります。全然硬いねんけど。なんか引いた方がいいねんけどな。なんかよくわからないですけど、抜いとかなあかんのかな、ここ。そうか、それ抜いとかな取れへんか。抜けました。これでポッてスポッて抜けたりせんのかな。撮影難しいな。難しい、案外難しいです。こっから。あ、でもこっち抜けてきてる。こっち抜けてきてる。いいんや、やり方合ってんねん。合ってる合ってる。ちょっと待ってください。左に。よっ。ほら、左抜けてきた、ほら。わ、抜けた抜けた。抜けました。この調子で。あ、久しぶりです。久しぶりやな。元気？まあ、俺は元気やけど。あ、ごめん、バイク置かれへんくなってた。あ、いいよ、かめんよ。大丈夫今。あ、じゃあこれ俺のとこちゃうやん。あ、もうちゃう。あの家潰した時点で。潰したって、もう撃った。完全にバイクになってんちゃう。そうやね。こっちも商売。どっちがどっちか分からん。商売はもう全然やね。行くぞ。来た、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 ほら来た、ほら来た。来た。取れた取れた。よいしょ。よっしゃー。取るのが目的やった今。そう。これをオーバーホールス。あ、オーバーホールス。ということですね、タイヤを段にしてですね、前、保っております。で、ブレーキのところはですね、こう水が入らないように養生してます。フロントフォーク脱着。思ったほどですね、難しくはなかったです。はい、ということで今こういう状況ですね。ちょっと点サビがあるんですけど、まあこれは多分ペーパーかけたらいけそうですね。で、ここのシール多分ね、ドミンゴからもらってたと思うんですよね。ちょっと探しますね。こう探すのが多分大変。どっか行ってると思う。でもこんな大きいシールやったらあるんかな。あ、でもこの中のシールかな、ドミンゴの持ってんの。これ指割れてますからね。これもパーツ頼まなあかんかもしれませんね。ありがとうございます。パーツ発注ですね。あとこの前についてたディスクはえらい綺麗なんで、これ使えそうですね。うん、使えそう。ありがとうございます。ということで、カスさん、なんでこの先続けへんねんやと思う人いると思うんですけど、まあまあパーツね、さっきのひび割れだとかも注文しないといけませんし、でも一番私が思ってるのはこれなんです。来ました、すごいでかいのが来ました。来た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 。はい、ありがとうございます。この大きい荷物が届いたんです。この動画を先に作りたいと思います。カッサンチャンネル。